空が落ちてくる。じゃあ、案内するわね。よく来たなケンシロウ。ここが貴様の死に場所だ。ジャギ、レイとアイリはどこだ？ちゃんと生かしておいてやるぜ。レイ、アイリ、最高のショーの始まりだね。そうだろう。お前たち、さあジャギさん、パーティーと行こうじゃないか。ケンシロウを血祭りにあげちゃいなよ。まったく愉快な野郎だぜおめえはよ。いいか、そこから一歩も動くなよ。一歩でも動けば人質を切り刻んじまうからな。なぜ人質を取る？どうして己の剣だけで戦おうとしない？あーし、剣法が全てじゃねえ。要は勝てばいい。どんな手を使おうがそれが全てなんだよ。いいか、弟に、たかがケンシロウごときに俺様が負けるはずがねえ。兄より優れた弟なぞ存在しねえってことをこの場で証明してやるぜ。俺様の名を言ってみろ。俺は真の北斗神拳伝承者、ジャーギ様だ。
してやる。この凄み、昔のケンシロウではないな。なぜだ、なぜこうまで。俺は今日まで無数の敵の血を流してきた。その友達の血が俺を変えた。もうこうしてられねえ。おい、誰が礼をやつめ。しておいた自分の甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。うるせえ。今こそ己に北斗神拳の真髄を見せてやる。
な。死にやがる。様がケンシロウごときに終わりだ、ジャギー。待て、ケン。バカだ、俺の飛行が解けただと。どこに行きやがった。貴様を地獄に叩き落とすと。誰が俺を助ける。やだよ、なんで僕があんたを助けなきゃなんないわけ。僕はあんたの弟でもなんでもない。こんな邪魔が入るなんて、あんた運がないね。新しい弟にも見放されたようだな。この俺様が、この今回の一連の騒ぎ、話は全て聞きました。以前のエデンはコロセウムで罪人たちが戦い、その結果で罪を裁定してきました。ですが、これからのエデンは違います。これからエデンの統治者であるキサナの名のもとに、あなたたちの罪を新たなる法に基づき裁きを下します。凶王軍の者たちよ、ジャギという無法者の悪巧みに乗り、罪なきアイリさんを誘拐した行為は万死に値する卑劣なもの。ですがあなた方には生きてもらいます。生きて凶王のもとへと帰り、こう伝えてください。エデンは信仰には屈しない、だが共に生きる道も捨てないと。本気かよ貴様。やっぱり僕はついてる。て
てめえついてるとかそんなんじゃねえだろ。貴様の恩情を何だと思って。いいのです、ジャグレ。でもよ、スフィアシティの力が欲しいのなら奪うのではなく、共に正しく分け合う道を模索してもらいたい。それがエデンの代表である私の思いです。一件落着だな。これで俺もこの町を離れられる。行くのか。ああ、ジャギをこの手で始末できたからな。故郷に戻って愛理と静かに暮らそうと思う。そうか、ケン。お前には世話になった。どこかでまた会おう。ああ、いい面構えになりおったわ。なだい。